ちゃん、おみえです。運転始めて早何年、私すごい距離移動するんですよ。そこでね、みんなに勝てるゲームがあるんじゃないかと思って発見したんですよ。そう、こちらマリオカート。どうもね、このピコピコだと自分の思ってるように指先が動かないんですよ。これならね、私のスキルを活かせるんじゃないかなと思って、今回初めてバナパスポートっていうので、だんだんこれがね蓄積していってアイテムとかも増えていくみたいなので、やっていこうと思います。はい、持ってます。タッチ、初おろしだからね。見えにします。なんかプレゼントされました。え、キャラクター誰がいいんだろう。え、全然わかんないよ。加速、あ、最高速とか速い方がいいな。どうしよう、あ、グッパになっちゃった。グッパになっちゃったよ。大丈夫かな。加速ないけど大丈夫。なんかこれ良さそう。ちょっと強そうだからこれにしてみます。写真を撮ります。カメラを見てください。こうか、そうだな。よし、じゃあまずはこれかな。グランプリ、よし、 100cc でいくよ。難しいで行くな。大丈夫かな。まもなくレーススタートです。さあ行くぞ。戦いの街はきっと落とされました。え、クッパ遅いぞ。スタートダッシュ遅いんだけど。
ったね。あ、コンティニューできるんだ。コンティニューします。じゃあもう一戦だけ行っていこう。マリオで行こう。マリオで行こう。これかな。せっかくだから新しいので行ってみよう。普通だね。激ムズ行くか。いや難しいで行くか。激ムズ、いや難しい。おお、増えた増えた。これこれ。よし。オッケー、アイテムも揃ったことだし。スカイアリーナ。ロングストレートが相手の難しそう。できたな。私はね、もう超ロングドライブの塊がマリオカートで実際にドライブしてみました。初めてだったんですけど、私のハンドルさばきいかがでしたでしょうか。またね、よかったら高評価ボタンお願いします。よかったらね、これも極めていこうかななんて思いますので、ぜひぜひコメント評価よろしくお願いします。まだの方はチャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。